それではお時間になりましたので、Code for Japan の採用説明会を始めさせていただきます。よろしくお願いします。はい。でですね、今日は1時間ぐらい全体で進めていこうと思っているんですが、最初に今日のイベント採用説明会の Code 規約とプライバシーポリシーについてお話をした後に、この説明会をするに至ったきっかけのところを少しお話しさせていただきます。で、その後、Code for Japan が具体的にどういうプロジェクトだったり取り組みをやっているのか、今後どういうことをしていくのか、どういう人に来ていただきたいのかっていうところをお伝えをする。で、その次が、実際に一緒に働いている社員の皆さんに何人かお越しいただいて、パネルトークをして、実際にどういうふうに働いているとか、どんな仕事をしているとか、どういうやりがいがあるみたいな話をざっくばらんにさせていただいて、最後に採用関連の情報を説明させていただいて、おしまいという流れにしていきたいと思っております。で、何か気になることだったり、質問があれば適宜、入力してこちらにいただければと思いますので、お気軽にお声かけください。では、まず、行動規約からなんですけれども、Code for Japan のイベントをすべて同じこの行動規約に基づいてやっておりまして、この採用説明会も、採用説明会ではあるものの、Code for Japan のイベントでもありますので、Code of Conduct を見て確認していただいて、守っていただくようにお願いいたします。で、内容いろいろ書いてあるんですけれども、ざっくりどういうことを書いてあるかというと、お互い敬意を払っていきましょうということ、価値を認め合いましょう、意見を聞きましょう、対話をしていきましょう、とは言動に責任が伴うので、しっかり自分の発言だったり行動だったりにお互い責任を持ちながら関わっていきましょうというような内容が書いてありますので、こちらもご確認ください。で、プライバシーポリシーについてもウェブサイトに載せてあるんですけれども、これにのっとって扱っていきますので、こちらもご認識ください。はい。で、今日のオンライン採用説明会については、ここに書いてある4つの職種とオープンポジション5種類ですね、の、募集を今回させていただいております。よろしくお願いします。というところで、ここからは活動紹介を代表のハルさんからしていただきたいと思いますので、一度画面を止めますね。はい。それではよろしくお願いします。はい、皆さん、こんばんは。よろしくお願いします。コードフォージャパンの代表をしております、関です。私の方からですね、20分ぐらいですかね、私たちの活動についてご紹介させていただければと思います。よろしくお願いいたします。私たち、コードフォージャパンはですね、2013年から、シビックテックと言われる活動を推進していきました。その当時はですね、シビックテックという言葉もなくてですね、東日本大震災以降ですね、いろいろ活動する中で、いろんな、試行錯誤しながら、進めてきたような活動になっています。非営利団体でコミュニティ活動をやっています。まず、シビックテックそのものについて簡単に説明しておくとですね、ガブテックとかですね、フィンテックとか、ね、なんとかテックって言葉が最近多いと思いますけれども、その主語の部分がシビック、いわゆる市民になっている言葉ですね。市民が技術を使って身近な、この困りごととかを解決していく。で、時には行政とも連携しながら活動していくといった、活動や、サービスのことがシビックテックというふうによく言われています。で、どういうことかというのをもうちょっとお話しすると、行政とか、いろんな公共サービスとか、あと街の不具合とか、そういったものに対して、税金払ってるんだから行政の、自治体の人とかちゃんとやってくれよっていうだけではなくてですね、自分たちの、ことなのですから、その自分たちの課題を、自分たちでも解決していこうと。で、行政とか、あと地元企業とか、NPO とかですね、そういういろんなプレイヤーと一緒にですね、課題を解決していく、そういうオープンな、つながりを作っていこうというのが、基本的な、ミッションになります。なので、ミッションとしてオープンにつながり、社会をアップデートしていくというようなことが、Code for Japan の、活動になっています。で、そのミッションは何のためにあるかというと、共に考え、共に作る社会というものを作るためです。これまでお話ししたようにですね、何かこう、不具合が、不具合というか、こうあってほしいなというようなことがあったときにですね、
こう泣き寝入りとかする、したりとかですね、誰かのせいにするんじゃなくて、誰もが作る側に回ってですね、自分たちが手を動かしながら、より良い社会を作っていくと、いうことで、まあそのためにはですね、いろんな多様な人たちが共に考えて、共に手を動かしながら作るといったことが、必要、そういう社会になるべきだというふうに思っています。で、どういうふうな、歴史が、あるのかと、シビックテック、そのものというのは、割と言葉としてはかなり以前からあるものなんですけれども、やはり大きかったのは2009年の、Code for America の設立かと思います。この頃ですね、オバマ大統領がですね、誕生してですね、かなりこうオープンガバメントというものも同時に進んでいきました。で、そんな中でですね、Code for America というのが、スタートして、で、その後ですね、2011年の3月には日本において、東日本大震災というのが、起きました。その時に私がですね、個人的にはですね、震災インフォというサイトを作って、これはオープンソースのソフトウェアを使ってですね、震災の情報を集めるような、まあ、いわゆるこのクラウドソーシングみたいなことをやってたんですけども、それが、今の Code for Japan の活動にもつながっています。で、2013年の頃にはですね、Code for Japan より前にですね、実は Code for 金沢とかですね、が誕生しています。Code for 福井とか、2013年ですね。で、これらはやはり Code for America のですね、活動に触発されて、活動を始めたという形になっているかと思います。で、Code for Japan もですね、いろいろ、この日本の中で活動する中でですね、いろんなその課題解決したいけれども、もうちょっと組織的にやらないと、大きなことはできないなというふうに思いまして、Code for Japan を、立ち上げさせてもらいました。その後ですね、2014年とかに Code for America とかにも、お話をしに行ったりとか、いろんな活動につながっています。で、その Code for Japan の話というか、日本のシビックテックを語る上でですね、欠かせないのは、この地域の Code for のコミュニティです。ブリゲイドと我々呼んでいます。ちょっと聞き慣れないかもしれないですけど、まあ、いわゆる消防団とかですね、その地域の団体みたいな、意味を持っています。で、これ Code for America がそう呼んでいてですね、我々も踏襲しているんですけれども、日本国内にはですね、90地域以上で、Code for、先ほどの Code for 金沢とかですね、Code for 大阪とか、Code for 札幌とか、そういういろんな地域でですね、Code for が立ち上がっています。ということで、まあ、その各地域のコミュニティというのが、重要な活動になっています。各地で、我々 Code for Japan がですね、この各地域のブリゲードの、何か取りまとめをしているとか、上位組織であるということではなくてですね、横に緩やかにですね、連携しながら、各地域の活動も応援しながらですね、活動をしているということになっています。なので、まあ、全国に緩くつながっているコミュニティというのが、あると。で、Code for Japan はハブのような、役割をしているというふうに、イメージしてもらえるといいと思います。Code for Japan 自身は、先ほど言ったように2013年に、法人としては立ち上がりました。それ以前からですね、準備活動みたいなのをやってたわけですけれども、で、まあ、いろんな、こう振り返ってみるとですね、まあ、さすが、9年経つとですね、いろんなことやってきたなと思うわけですけれども、最初は、やっぱりこう、震災の活動みたいなのの延長でですね、浪江町、福島県の浪江町で、例えばそのタブレットを住民に配るから、それに対してのアプリを作りたいということで、いろいろお手伝いをしていたりとか、あとは並行してコミュニティ活動をずっとやっていました。で、2018年からですね、毎月ハッカソンをやるというですね、ソーシャルハックデーというのを開始したり、NPO 向けのですね、STO 創出プロジェクト、これ後ほど紹介しますけれども、そういったものも始めたりしています。で、大きく変化があったのが2020年、まあコロナの、新型コロナ、中発生した時でした。東京都の新型コロナウイルス感染症対策サイトを開発して、まあ、それが、かなりですね、オープンソースで作ったことで有名になりまして、良いユースケースとなって、多くの人が参加していただいたり、多くの自治体のパートナーが増えたりといったことにもつながったりしています。で、その後、その年にですね、本当にいろんなことが起きてまして、シビックテックチャレンジカップという、若者向けの、シビックテックコンテストみたいなことをやったりとか、
デシリムというですね、これも後で紹介しますけれども、そういったものを始めたりとか、その去年にはですね、去年からシビックテックのアクセラレータープログラムを開始したりとか、メイクアワーシティの街づくりのプロジェクトとか、まあ、そういったことを、やってきたりというようなことで、まあ、だんだんこうやることがこう規模が大きくなってきたかなという印象です。で、さっきちょっと言いましたけれども、やはりこの我々の活動の一つの大きな、その、なんていうか、こう、マイルストーンとしてはですね、この東京都の新型コロナウイルス感染症対策サイトというのを作ったというのが大きかったかなと思います。これは東京都のサイトを、公式サイトですけれども、我々受託しまして開発をしました。で、従来の、行政のサイト開発とは大きく違って、まずオープンソースとして公開しましたということで、いろんな人から提案を受け付けながら開発をしたので、日に日にサイトが良くなっていくという状態を実現することができました。東京都にもですね、オープンソース素晴らしいねということで、多くのコントリビューターの皆さんにも感謝をいただきました。参加していただいた皆さんに本当に感謝ですけれども、累計で300人以上のコントリビューターが東京都のこのサイトの改善に手を貸していただくということになりました。はい、こちらにあるとおりですね。はい、累計、そうですね。今、こう224名ってありますけど、多分累計だと300名超えていると思います。はい。で、我々活動する上でとても重要視しているのが、冒頭でも言いましたけれども、この行動規範、行動部コンダクトというものです。運営スタッフだけじゃなくてですね、イベントとかでも、今ちょうど並行で、Code for Japan Summit をやってますけれども、すべての動画の冒頭にですね、この行動部コンダクトに触れたりとか、いうことで、最近そのいろんなカンファレンスでこういう行動規範を最初に読み上げるってことが、増えてきたと思いますけれども、Code for Japan はかなり昔から、これの徹底というのを、重視しています。そうしないと、やはりこうみんなで、その安心してディスカッションしたりとか、活動に参加することができないので、これについてはかなり重要視をしています。で、今、そのスタッフの話、中の話をもうちょっと、していくと、Code for Japan は今、理事8名、そのうち、まあ、優勝の理事が3名ですね。あとは14名のスタッフで活動しています。意外と多いと思った方もいらっしゃるかもしれないです。まあ、意外と少ないとも言われることもあるんですけれども、エンジニアとかデザイナーとかですね、だけではなくてですね、元自治体職員のコンサルトとかですね、本当にいろんな人たちが活動しています。バックグラウンドが様々なのですね、非常にお話ししてても、ディスカッションも多様だなというふうに思っています。活動のバリューとしてですね、3つ大切にしていることがあります。これもみんなで決めたんですけれども、1つ目が、あらゆる境界を越えていこうということで、このビヨンドオールボーダーズというものがあります。この、やはりミッションの中にもですね、オープンにつながって、活動していくというのがありましたけれども、やはりこう組織の壁とか、部門の壁とか、それだけじゃなくてマイノリティと、の壁とかですね、いろんなその壁というのがあると思います。そういう境界をですね、どんどん超えて、垣根を超えてつながっていこうということを大切にしています。もう一つがオープンソースマインデッドというもので、我々の活動、東京都のやつもオープンソースで開発しましたけれども、やはりこのデジタルな公共財を生み出していくということが一つのミッションだと思っています。ので、作ったものは公開する。で、ただそれだけではなくて、やったことですね。いろんなプロジェクト、こういうことやって、ここはうまくいきませんでしたみたいなこととか、これがうまくいきましたみたいなことも含めて、どんどんこう公開をしていくということ、活動自体を公開していくということを恐れずにやっていくといったことを大切にしています。で最後が、ファーストペンギン、アジャイルフリッパーズというものですけれども、やはり いろんな新しいことをやったりとかですね、するのは、やっぱり失敗もあります。で、とはいえ失敗を恐れずにやっていかないと、いろんな、その、やっぱチャレンジというのは成果を生んでいきません。なので、失敗を恐れずにですね、最初に海に飛び込むペンギンのようにですね、まずやってみようといった精神を大切にしています。なので、特にですね、何かやってみたいというスタッフがいたら、やはりそれをみんなで応援するようなカルチャーというのも作っていきたいということで、まあ、そういった、行動を心がけているといったところです。この3つのバリューというのはかなり、
Code for Japan で働く上では重要なのかなと思っています。で、領域ですね。3つぐらいですね、大きな領域。もう本当にいろんな活動やってるので、あれですけれども、まあ大きく分けると3つぐらいに分かれるかなと思っています。1つはコミュニティ活動ですね。これは我々、やはりコミュニティですので、いろんなその、多くの人たちがその共に考え共に作るっていうことができるようなコミュニティ作り活動というのがまず第一にあります。そしてあとはガブテックと最近言われている活動ですね。行政の透明化だとかデジタル化の支援ですね。やはり市民サイドでいろいろこう活動を盛り上げていっても結局その多くのところでその公助の領域っていうのは、割と行政と関係しなくてはうまくいかないっていうことが結構多いです。やっぱボランタリーでずっとやっててもなかなか仕組み化されていかないと、疲れちゃうよねっていうところもあったりとかですね。そもそも街づくりみたいなものは行政が大きなプレイヤーですので、ね、そういった人たちともうまくやっていく必要があると。で、その際にですね、行政側がデジタル活用をうまくできていないとかですね、そもそもオープンな姿勢を示していないっていうことになっていると、やはり競争というのがうまくいかないので、行政側の支援というのもやっています。で、最後がこのメイクアワシティというもので、これは街づくりの活動ですね。あとでちょっと紹介しますけど、デシディムというですね、市民が街に対していろんなこう意見を入れたりとかですね、いわゆるコミュニティエンゲージメントツールみたいに言われてますけれども、行政側が市民とより、いい形でつながるようなプラットフォーム。だとかそのデータ連携基盤みたいなものを提供していたりします、はい、コミュニティ活動の中でもですねいろんな活動がありまして、例えば毎月やっているソーシャルハックでこれハッカソンですね、ハッカソンといってもなんかエンジニアだけが参加するんじゃなくていろんなそのプロジェクト持ち込み型なのでこういう課題解決したいんですみたいな人もいっぱい集まっていわゆるプロジェクトオーナーとそれを手伝いたい人たちが1日かけて手を動かす場として活動していたり、それを毎月やっています。で、あとはシビックテックチャレンジカップ。これは学生とか若者向けのシビックテックのコンテストですね。とか、あとは会社とか NPO とか、いわゆるソーシャルスタートアップ向けのシビックテックアクセラレータープログラムというのをやっていたり、あと NP テック、ノンプロフィット、いわゆる NPO のプレイヤーに、と、エンジニアとかその技術者をつないでいくような NP テックの活動というのもやっています。はい。ソーシャルハックデーは、もう説明しましたね。はい。で、あ、そうか。これそれぞれあったのか。失礼しました。はい。次がですね、ガブテックの活動です。ガブテック、さっき言ったようにですね、市民ばっかり、頑張るんじゃなくて、やはり行政もオープンにしていくといったことで、いう面での活動です。多く、まあ、この辺はですね、割と、普通の仕事に近い部分も結構あります。普通の仕事って何だって話ですけれども、いわゆるコンサルティングみたいなことですね。で、例えば調査事業ですね。いろんな、調査事業を、例えばその国の調査事業なんかもやってまして、例えば、内閣府のスーパーシティ、スマートシティの総合運用性の、調査をしてレポートを書くとかですね、中小企業庁のアジャイルプロセス開発、アジャイルプロセスの開発についての実証実験をやるとかですね、あとはデジタル庁、今やってるものだとデジタル庁で その行政デジタル化のエコシステム構築に関する調査研究とか、オープンデータについて調べるとかいうようなことをやって、調査事業としてやっています。あとは、地方自治体とかですね、のお仕事が非常に多いんですけれども、人材育成とか組織強化ですね、DX 人材育成っていうのはですね、いろんな自治体困ってます。なので、我々サポートして、いろんなワークショップをやったりとか、計画作りをお手伝いしたりとか、そういったことをやっています。あとは、その官民競争のためのワークショップっていうのもいろいろやってまして、まあ、イベントやったり、ワークショップやったりと、いろんな各種のコミュニティ活動を行政と一緒にやるみたいなこともやっています。で、メイクアシティのプロジェクトですけれども、これは街づくりですね。誰もがアイデアを実験できるオープンなプロセスを作るという活動をやっています。私から始まるスマートシティとか言ってますけれども、誰もが、市民がですね、企画が、立てられて、
で、それを、その街の中でやりたいと、街づくりの中でこういう活動をしたいみたいな思ったときに、それに対してチームが組めて、そこからプロトタイピングの活動ができて、で、それをもとに、みんなで議論をして、それをぐるぐる回していくことで社会実装がされていくと、そういう、場づくりというのを、作っています。まあ、いくつかの自治体でですね、実際にそういう、その OS を提供したりとか、あとはワークショップをやったりとか、そういったことをやっています。例えばデシディムというのもこのメイクアワーシティのプロジェクトの一つですけども、最近結構有名になってきましたけれども、バルセロナで生まれたオープンソースのツールですね、市民参加のためのデジタルプラットフォームです。これは2020年からですね、我々ローカライズをしまして、展開してますけれども、いろんな自治体に採用していただいています。これツールを提供するだけではなくて、ワークショップをやったりとかですね、活用についてのアドバイスを行ったりとか、かなり幅広い活動が、されています。この市民ワークショップをやったりとかですね。で、これもですね、データを活用して、例えばその大学とか高校に行ってですね、その生徒さんと一緒にデータを活用して課題を発見して、で、さらにそれを解決するようなアイデアをみんなで考えるみたいな、で、実際にそれを、プロトタイピングツールで作ってみるみたいなことをやったりしています。デジタルシチズンシップ教育の一つとしても、最近注目もされているといったところですね。あとはその技術者の方なんかにはぜひ手伝っていただきたいのが、このデータ連携基盤というものですね。ヨーロッパを中心にオープンソースで展開されているファイウェアというですね、プラットフォームをベースに、AWS 上に、データ連携基盤を作って、SaaS で提供をしています。これもなんか各自治体ごとにすごくお金を取ってなんかカスタマイズ作るというよりもみんなで使えるプラットフォームを作ってなるべくそこ上でアプリを作るのに集中できるような、風にしていきたいということでやっている活動です。はい。で、活動の中心はスラックになっています。開発者以外にも参加していて、今7000人ぐらいの、参加者がいて、いろんな人たちがですね、活発にコミュニケーションしているといった状況です。ぜひ参加いただければと思います。私からは以上になります。ここからはですね、パネルディスカッションに入っていきたいと思います。ぜひここから皆さん、聞いている皆さんですね、質問等ありましたら、QA で書き込みをしていただければ、随時拾っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。すでに質問入ってますね。ちょっと一旦ですね、パネラーの人紹介してから、質問には、答えていきたいと思いますので、お待ちください。パネラーの方々、じゃあカメラオンにしていただいて、自己紹介からいきましょうか。私は、もうお話ししましたね。Code for Japan の代表をしています。ファウンダーです。実は Code for Japan 以外にもですね、なんかデジタル庁で働いていたり、東京都のフェローをやっていたりとか、ここに書いてある西和倉村の CIO をやっていたりとか、まあ、いろんな顔があったりもします。今日は Code for Japan の席です。はい。で、じゃあ、アッキー、お願いします。はい。アッキーことエンジニアの上等です。現在拠点は大阪で活動していて、去年から Code for Japan にジョインしています。デシリムとかデータ連携基盤とかの開発を行っています。お願いします。はい、よろしくお願いします。なおちゃん。はい、なおちゃんこと野田直子です。広島県の福山市というところから今日は入っております。私は2019年ですね、に Code for Japan に、ジョインしております。今の仕事の領域は、ガブテックのあたりが中心になっています。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。マミサダさん。はい、竹サダと言うんですが、竹サダが発音しにくいので、マミサダという名前に呼ぶときにしてもらっています。Code for Japan には2018年ぐらいにコミュニティに参加するようになって、2020年に入社をしています。普段は東京にいるんですが、今は名古屋にいます。で、コミュニティの担当、はい、今日名古屋にいます。で、コミュニティの担当なので、さっき話の中にあったシビックテックチャレンジカップ、学生さんと一緒にやっているやつだったり、あとはガブゼロ台湾とか、海外の皆さんと一緒にやり取りをしたりをしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はこの、3人、私がモデレーターという形でお届けしていきます。ぜひですね、皆さん何でもいいので質問等
くだされば、どんどんお答えしていきます。先にですね、1個質問がすでに入っておりまして、ありがとうございます。海外からの勤務は可能ですか？あくまでも日本在住で短期で海外にいる場合、括弧閉じという質問です。これ、どなたが答えたいですか？そうですね。私も結構台湾行ってた時期とかもあったりしたので、どこに住んでるかとか、あとバンクーバーから今働いて一緒に仕事してくださってる方もいるので、特にどこじゃなきゃいけないとかはないのかなとは思っていますし、なんか例えば Code for Japan のコミュニティの中で海外のコミュニティともつながっていって、ゆくゆくは海外で働きたいみたいな野望を持ちながら、こう行ったり来たりするのも全然ありなのかな、勝手に言ってるけど、ありなのかなと思っておりますが、なおちゃんとか、アキどうですか？あ、今、バンコクからね、入ってるプロボードの方とかもね、うんうん、いらっしゃいますよね。確かに。はい、なので全く問題ないです。全く問題ないです。むしろ僕ら、Code for Japan、Code for のコミュニティって世界中にあるんですね。なので実はそのグローバル連携が弱いですよ我々今。さっきの中にもそういえば海外の話あんまり出てもらったんですけど、実際には一緒に何かやろうよみたいなことも多いし、各地のCode for の人たちのリレーションみたいなものを強化していきたいので、なんかぜひそういう海外志向の方には来ていただきたいなと思います、うんうん、はい、じゃあパネルに戻ります。皆さん、こんな感じです。お答えしていきますので、ぜひ質問ください。まずですね、なんでCode for Japanに入ったんですか？このような謎の組織に。謎の組織っていう質問からいきたいと思いますけど、じゃあちょっと、僕の見えてる順番から、まみさださん、どうでしたかね？そうですね。古いですよね。古いかもしれない。そうですね、関わり始めたのはもともと前職と Code for Japan の中でやり取りがあったっていう過去もあったので、まあ、勝手に親近感湧いて持ってたっていうのと、自分がやってたプロジェクトの中でもっとエンジニアの皆さんと一緒に協力しながらやりたいなって思って、エンジニア社会課題なんか何だっけ、何て調べたかな、エンジニア社会課題なんとかって調べたら出てきて遊びに行ったっていうのが最初ですかね。そんな気がします。そうですね、はい、はい、ソーシャルハックでまだ物理的にやってた時にね、来てもらって、うん、はい、はい、いろいろその発表してくれてすごいね、素敵でした。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、なおちゃんはどうですか？あ、はい、私は2019年に入ってるんですけど、実は例外的にあれなんですよね、声をかけていただいて、福山の案件があったので、そこの人がいるっていうことで、人探してたので、Code for Japanが。で、その時に声をかけてもらって、入社っていうことになったんですけれども、Code for Japanのこと全く知らなくて、その時で、なんか謎の団体からなんか話が来て、なんだろうと思って、でも、ホームページを見て、で、共に考え、共に作れって書いてあって。で、なんかいろいろ読んでると、あ、これは面白いなって、すごいもう直感的に思って、いや、もう何があっても私は転職すると思って、即答で私は転職しますと。もともと私エンジニアで、システムエンジニアを、ホスト系ですけど、システムエンジニアをやっていて、その後は、内部統制っていう業界で、企業さんの業務プロセスに対する、監査とかアドバイスをするっていう、コンサルティングみたいな仕事をしてた流れだったので、全く何ていうんですか、全然別業界、行政に関わったこともなかったので、うんうんうん、本当に別業界だったですけども、並行してなんか NPO でプロボドなんかもやってた時に、こう誰もが作る側に回るっていうことにはすごい大事だって思ってたのもあって、本当に共感して入ったっていう感じですね。はい、すみません、長くなっちゃった。はい、ありがとうございます。じゃあ、アッキーはどうですか？はい、僕はもともと Code for Japan に関わっていたとかではなくてですね、Code for Japan の活動自体は、コロナサイトぐらいですね、の時に知って、あ、それがオープンソースでやってるんだ、みたいなので、はためにエンジニアとしてコードを眺めてたりとか、どうやったコミットできるのかな、みたいなところで、いろいろモキモキしてた時に、このまみさださんともともとつながっていてですね、僕が学生の時に別の採用でつながっていて、で、
まあ、関西のエンジニア誰かいないみたいなことを声かけられたときに、じゃあ僕がいますって、まあ、僕がジョインさせてもらうような流れになったという感じで、まあ、結構なんでしょう、変な形というか、まあ、次戦で入った形ですね。はい。ありがとうございます。ということで、この後は、あれですね、特にスライド用意してはないんで、画面共有切ってお話ししていきたいと思います。すごく嬉しいんですが、質問がいっぱい来ております。ので、お答えしていきましょうかね。はい。エンジニア枠志望なのですが、どういった形でプロジェクトを立ち上げる、アサインされるのでしょうか。これはアッキーが説明してもらうのがいいですかね。立ち上げるに関してはいろんな形がありますよね。ハルさんとかは、うん、まあなんかいろんなことやってて、しれっと知らないプロジェクトが立ち上がってて、そこを先導してやられててで、気づいたらいろんな人が巻き込まれててみたいな形もありますし、別の何でしょう、業界とかから声をかけていただいて、うん、なんか一緒にやりませんかっていう形で立ち上がるプロジェクトもあります。で、アサインされるに関しては、本人がやりたいと言えば多分入れる。で、あなたはこれをやってくださいって言われることはほとんどないですね。なんか立ち上げるときに、まあ、とりあえず相談来てるんで一緒に聞きませんかみたいな感じで誘われることはあります。ただアサインはされないですね。はい。なんとなくこの人詳しいと思うし、興味あると思うから、まずは最初の打ち合わせ参加してみたいな感じで参加してもらって、まあ、その後、まあ、どうみたいな話で進む感じですよね。はい。ついでにですね、どんな仕事をしているのかっていうのを次に聞こうと思ってるので、この流れちょうどいいので、今関わっているプロジェクトをはっきり簡単に紹介してもらえるといいかもしれないなと思います。僕が関わってるプロジェクトで言うと、まあ、一番はデシリム。ですね。で、シリムの開発関係をメインにしているのと、あとはデータ連携基盤で AWS の方でいろいろとごちゃごちゃインフラを触りながらいろいろこうじゃないああじゃないをやっていたりとか、あとは、最近 Code for Japan がリリースした自分ごとプラネットっていう、まあ、カーボンフットプリントの計測のプロジェクトですね。ここも、クイズ環境研究所っていうところと連携してやっているんですけど、そこも僕が立ち上げた時から関わってたりします。うん。はい。ありがとうございます。じゃあ、なおちゃん、さっきちょっと内部統制の話とか出てましたけど、Code for Japanの中でどういうことやってるかっていうのをもうちょっと紹介してもらってもいいですか。あ、はい。私は主にガブテックという領域になりまして、さっき、はるさんが説明してた調査事業ですね。今はデジタル庁のオープンデータの調査案件というのがあって、そういう、調査ものだったり、あとは人材開発、組織開発っていうのは、説明もありましたけども、自治体向けの研修ですね、DX 人材育成みたいな文脈で、どうやったら自分たちで DX 進められるかっていうところのご支援みたいなところがメインになってます。はい、ありがとうございます。まみさださんは？はい。そうですね、コミュニティ周りが多いんですけど、さっきお話しした学生さんのプロトタイプ開発とか、あとアクセラレータープログラムにキヨちゃんと一緒にやらせてもらってたりとか、あとは、もともとコミュニティの担当がしたいって自分で言って入ったので、もともとスラックの中の皆さんとのやり取りだったんですけど、ちょっと参加者さんも増えすぎてて、今私の手でだけでは覚えない状態になっているので皆さんと一緒にやってたりあと FTO とかフェイシングオーシャンとかは関さん、春さんと一緒にやってた、その海外の皆さんと一緒にハッカソンとかしながら、同じ釜の飯食いながら仲良くなりながら、シビックテックの海外事例のシェアをしていこうねみたいなのもやってたりとか、なんかこううぞうむぞうあるので、どこまでがプロジェクトで捉えるかが難しいなって今思ってたんですけど、うん、主にはそういうことをやることが多いですかね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ質問に戻っていきますと、副業として関わっている方はどれぐらいいらっしゃいますか。手挙げてください。副業の人。はい。全員でした。副業以外、
専業っているんでしたっけ、この専業いますよ、陣内さんとか。そうそう、確かに、はい、そうだそうだ、はい、いやでもいろいろやってるかもしれない。副業って言っても割と週3とか以上は働いている人が多いかなという印象ですけど、うんうん、そうですね、そうですね、週2週3から始まるんだけど、うん、やりたいこと増えちゃって週3週4になったり、うん、フルタイムになったりする人が多くて、うん、私だと学業と、他の NPO の活動とここみたいな感じだし、さっきはどんなでしたっけ、はい、僕もフリーで別の仕事をやってたりとかもしつつ、僕も始まりは週3、週2ぐらいから始まって、なんかいろいろプロジェクトが増えていて、やりたいことが増えていて、今週4とか。あ、そうなんですか。まあ、月によってはもうちょっと増えたりとか、いろいろしてる感じですね。はい。そうですね。副業といってもなんか別の、普通に本業としての会社に、例えば週4働いて、週1だけコード4ですみたいな人は、そんなには多くない？うん。あ、そうですね、はい、なんかフリーランスとか自分の仕事やっててとかいう人が多かったりはするかな、うんうん、はい、まあでも割とそこら辺は自由度は高いと思います、うん、はい、というところでついでにその似たような質問で、その給与などは大相談という形でしょうか、またプロボのスタッフなどでの参加は可能でしょうかというご質問いただいています。給与は大相談とさせていただいておりますが、割と公務員やっててそこから転職される方っていうのもいてですね、めちゃくちゃ低いっていうことはないと思っています。NPO って結構給与低いところもあるんですけど、我々はなるべくまあ、ものすごいこう、ピカピカの IT スタートアップほど出しているかというとそうではないんですけども、ちゃんと生活できる、皆さんその離職率は結構低いかなと思っております。はいはい、であとプロボノですね。プロボノはですね、プロボノの活動もプロジェクトに応じて募集をしています。それは随時募集していて、今回の採用は優勝スタッフ。そうですね。ただじゃあ優勝スタートじゃなきゃいけないのかって言われると、うん、そうでもなくて、例えばこう、なんていうんですか、コントリビューターとして関わりながら様子を見たいなみたいな人もいると思いますし、業務委託からっていう人も、さっきも業務委託からだと思うんですけど、なんかそういうふうなご希望もあると思うので、結構話しながら、どういう時期とかどういう関わり方みたいなのを一緒に考えていけるのが一番いいかなと思っております。はい、はい、あと年齢制限ありますかっていうのも、ね、なるほど。年齢制限で言うと、私インターンに私の年齢を把握してもらえてなかったぐらい、お互いの年齢を多分あまり気にしてないですね、あんまりないっていうのはあって、本当に 10代で活躍してくれてるインターンの方から、下も上も多分どうじゃなきゃいけないはないんじゃないかなと。うん、どうでしょう、うん、年齢制限、ね、はい、特に、うん、上も、はい、全然一緒に働きたいと思えば全然ぜひというところなので、はい、ありません。はい、うん、じゃあちょっとこう長めのこの質問に行きますけれども、 Code for All でのレッスンズラーンドのリポジトリを作成しての共有をお願いしたり、 MODA のデモクラシーネットワークとの協業に興味があるのですが、そのあたりのことは使われる予定はあります？この人はクロートですね。採用一覧の中で見られる職種としてはオープンポジションやコミュニティ広報が近いと感じるんですが、いかがでしょうかというところですね。まずCode for Allのこの辺のリポジトリとか、デモクラシーネットワークとか、私も名前ぐらいは知ってるぐらいな感じで、あんまり詳しく知らないんですけど、というぐらいなので、具体的にこの辺のことを扱う予定、プロジェクトとしてはないです。ないですが、まあ、割とそのスタッフは興味あることを、まあ、常にいろいろ追っかけているみたいな感じなんで、それがまあなんか仕事として Code for Japan のリソースを活用すべきという状
態になればですね、全然お仕事にして、それをお仕事として、そのプロジェクトを立ち上げるということもできるんじゃないかなと思います。もちろんそれなりのですね、なぜ Code for Japan がやる必要あるのかみたいな、理由の説明っていうのは、していただく必要はありますし、まあ、どれぐらいリソース使うのみたいな調整が入るとは思います。で、まあ、なので、オープンポジションなのかもしれないですけど、まあ、具体的な細かい話は、一度お話ししてみていただくのがいいのではないかなと思います。はい。皆さん何か補足ありますか？大丈夫ですかね。いや、むしろ、Code for All とか他のコミュニティとはもっと関わりたいし、ね、やっぱりアジアの発信量が少ないことは私もすごいずっと気になっているので、なんか一緒にそういうことに取り組んでくださる方がいたら、個人的にすごい嬉しいなって思います。はい、はい。海外連携強みたいです。うん、はい、ちなみに Code for All というスラックがありまして、そこにはですね、全世界の Code for の人たちが入っていて、いや そこはそこでいろんな情報が流れてるし、こういうプロジェクトあるんだけどどうとか、勉強会あるんだけど参加しないみたいな、ことが行われていますので、ぜひともと思います。はい、次が謎の組織の話、面白かったです。ありがとうございます。はい、皆さんが活動されている中で思い出深いプロジェクトありますか？これすごくいい質問ですね。思い出深い。ないですって言われたら困っちゃいますけど。ちなみに私は本当いろいろあるんですけど、なんだろうな。やっぱ浪江町のプロジェクトは、やっぱ一番最初に行政と大きく活動した、しかもこう震災に関するものだったので、うん、思い出深いですね。はい、神之内さんがまだ浪江町の職員だった頃ですけれども、さあ、すみません、神之内さんを知らない人が多いですよね。すみません、うちの今の副理事をやっている人です。はい、はい、他どうです？なおちゃんが考え込んでいた。思い出深い。そうそう、思い出って難しいなって。難しい。まあ、でも印象的だったっていう意味では、うん、1年前にやった、某市の、DX 推進支援、研修ですね、人材育成の研修の、やったときに、なんていうんですかね、初めて、まあ、チームで、まともにって言った言葉ですけど、あれですけど、初めてチームとして、Code for のメンバー3人、4人で、組んでやったんですけど、Code for って結構、これまでは、おそらく、個々人が、もう一人でやるっていうのが多かったんですけど、その1年、2年ぐらい前から、チームでやるっていうのが増えてきて、私も初めてコードフォン、初めはもうほぼ一人だったんですけど、なんかチームでがっちりタッグを組んでやるっていうのがあって、その時に、ああ、みんな言語が違いすぎるって思った。多様すぎる。多様すぎるんですよ、もうコードフォンの人、みんなバクッと違うすぎるんで、本当に共通言語がないって思ったんですよね。なんですけど、まあ、なんかなんだかんだ、なんか粘り強く話してるうちに、なんか、ああここは話、あこういうことなのかとか、あでもみんな、なんだかんだこう、やっぱ共に作るのは得意だから、うんうんうん、なんだかんだこう背景をちゃんと聞き合ったりとかする中で、信頼関係ができていって、なんかすごく私としてはそういう意味では思い出深かったんですよね、うんうん、こうやってチームでできていくんだなっていうと、みんなの粘り強さっていうか、あと多様さみたいなところが思い出深かったですね。うん、確かに時々カオスになるですよね。リモートワークだったりするところもあるし、はい、ね、そうやって集まって何かプロジェクトを成し遂げるとか、ね、そういうのはすごく楽しいですよね。うん、はい、アッキーはどうでしょう、十分考える時間がありましたか？僕はやっぱカウントプリントのプロジェクトは、まあ、最近なんですけど、まあ、結構のあるかなと思っていて、というのも、まあ、僕が立ち上げからちゃんと関わっていた初めてのプロジェクトでリリースまで行ったっていうところと、うん、あとは今 Code for Japan でエンジニアとして活動してるメンバー、まあ、みんな若いんですけど、うん、まあ、そのメンバーみんなフルで入って活動してリリースまで行ったっていうところがあるので、まあ、そういった意味で一個初めて成し遂げれ、みんなで成し遂げれた、エンジニアとして成し遂げれたものなので、結構僕は思い出深いかなと思っています。確かに、はい、結構ね、しっかりあそこまでね、リリースまでして、
うん、っていうのは素晴らしかったですよね。はい、まみさださんは？私は2個あって、うんうん、1個は、CCC あの学生さんとやっているやつなんですけど、それももともとは、うんうん、別の、コロナの時の休校の間の子どもたちの支援をするためのツールを開発してた学生さんとこうビデオをつなぎながらこう開発してた時に、なんか遠隔でこう東京にいる学生はいいけど地方にいる学生は就活とか課外活動しんどいよって話をしてて、こうなったらいいのになっていう言葉を拾って、なんかこういうことできるんじゃないって言って、まあ、ちょっとこうなんて言うんですか、ランナーズハイ的なテンションの会話で言ってたことが、まあ、どんどん形になっていったっていうのがすごい思い出としてあるのと、もう一個がその手前にやってたってさっき言ったプロジェクトなんですけど、なんかそれもこうコロナでこういう人たちが困ってて、こういうことをしなきゃって思っててみたいな話を、はるさんとかジェノジさん、さっきから何度も出てくるジェノジさんとかはるさんに喋った時にこうコードフォーのコミュニティでこう海外の人がよく Why not っていう、なんで やろうよみたいな、なんかこうなんていうの、何でもこう肯定してくれる感覚があるんですけど、なんかそのままのノリでやりなよみたいな、やろうよみたいな言ってもらってやったっていうのが、なんかこうある種委ねてくれてるというか、チャレンジさせてくれるんだなって思った瞬間が、最初の2回がそこだったので、なんかその2つのつながりはすごい思い出になっています。ありがとうございます。はい、ちょっとこうそのよく言われるんですけど、なんか Code for Japan って楽しそうですよねっていうそれは言われる、はい、このなんか帰ってみてCode for Japanで感じるカルチャーとか、うん、なんか特徴的だなと思うところがそれぞれあれば教えていただきたいんだと思うんですけど、準備できた人からで大丈夫です。カルチャー実際は楽しいことだけじゃないと思うんですけどねなんか楽しめる人が多いなって思いますね。楽しいのもありますけど、楽しそうにしてたり楽しめるようにしてる人が多いのかなって、うん、ああ、うん、うん、そういう意味では結構なんていうんですかね、自己管理というんですか、この何自分が何をやりたいかが分かってるとか、うん、何にどれだけ時間を割くのかみたいなことをなんていうんですか、決められるみたいな、なんかそういう人が多いっていう感じもしますね。なんか結構本当に手挙げたら何でも抱われるっちゃ抱われるじゃないですか、うん、なんか結構自分を断れることの方が多いなっていう気もしますね。そうですよね、なんか面白い案件多いからやりたくなっちゃうんだけど、うん、手出すと実はね残業増えたりとかね、そうそうそう、はい、残業増えると怒られるしねね、まあ、なんかその仕事と何だろう、こうサイドプロジェクト的なこう自分のやりたいプロジェクトの線引きがいい意味でも悪い意味でも、そう引こうと思えば引けるけど引かない人が多かったりはするのかもしれないし、それがあれですね、多分質問にいただいてるここともつながってくるのかなと、はいはいはい、このプロジェクトやイベントに参加者としての関わるのとジョインして中の人とになるのでは関わり方ややることなどと違うんでしょうかって質問来てますね、はい、うん、これだってハックデーとか例えば毎月やってるハッカーさんとかも、うんうんうん、運営側として出勤してこう運営としてやるときは中の人だし、うん、自分がやりたいプロジェクト持ち込んで、はい、休みの日なのに働いてるんじゃなくてプロジェクトに参加しに行ってるみたいなのもあるの で、ね、なんかそういう同じイベントに2つの側面からお互いが関わり合ったりするので、うんうん、そういう意味で言うと曖昧ですねグラデーションというか僕自身もハックデーとか参加して Web3 のやつとかやってますけど、仕事としてやってる気分では全然ないですからね、うん趣味としてやってるみたいな、 なんかこう役割分担として決められてる日に運営として出勤してやるっていう時と、うんうんうん、多分モードが多分違う状態でちょっとこれ面白そうだからやりたいとか、なんかちょっと遊びに行って面白そうなプロジェクトに参加したいみたい なんかそういうこうなんだろう、グラデーションを持ちつつ関わり方を変えつつ、うんうん、でも結果接触点が多いみたいなのは
すごいあるのかなって。そういう意味ではね、まあやっぱり就業規則からみんなで考えてね、やってますもんね。これってなんかこう今のルールに当てはめるにはどうするんだみたいな悩みながらね、なおちゃんがね。そうでしたね。この働き方に合う規則は一体どうなるんだみたいな。大変、確かに難しかったですね。アッキーは何かありますか？そうですね、エンジニア的なポジションからで言うと、まあ、どこのプロジェクトでも参加できるので、うん、まあ、他の業種とか、他の、なんでしょう、知らない視点を知れるっていうのは、エンジニアとして面白いかなっていうのと、うん、あとは、まあ、プロジェクトの立ち上げから基本入っていくとか、まあ、何でも好きなことやらせてもらえるので、それは技術方面も割とそうで、やりたい技術とか、まあ、とりあえず、これをが得意だからこれ使いますけど、まあ、これが良さそうだからどんどんこの技術使っていきましょうよみたいな相談とか、その辺は結構フラットにできるのかなっていうのと、あとは、まあ、これがプラスなのかマイナスなのかあれですけど、あんまりそのエンジニア間でも上下関係みたいなの全くないので、うん、誰かに教えてもらうとかは基本ない。あ、確かに、ね、全部自分で勉強していって、ああそれあるんだ。確かに聞いたらみんなが答えてくれるけど、うん、勝手に教えてもらえるではない、うん、はない。それはないですね。あ、でも聞けばみんなすごく教えてくれる。うんうん、すごく教えてくれる。すごく教えてくれる。あとはそれぞれネットワーク広いから必ずね、社外って詳しい人とか捕まえられる。うん。うんうんうん、まあ、そこで聞く先には困らない感じあります、ね、そうですね。で、それこそそれが社内勉強会のゲスト講師になってもらって、みんなで聞くとかはできるので、うんうん、なんかそういう教えてもらうというか学びに行くみたいなのは確かにカルチャーかもしれない、ね、うんうん、で、さっきの質問ちょっと補足した方がいいかなと思って、プロジェクト、いわゆる今回みたいに採用されて入るのと、プロジェクトに、関わるメンバー、プロボノだったり、まあ、業務委託の場合もありますけど、そう関わる場合の違いなんですけど、結構その、いや、情報量が全然違うはずです。その、社内は社内用で別のスラックがあってですね、そこで、いろんな話が飛び交っていて、その、いわゆるこう、やはり社員として入るということは、経営全体に関わるみたいな感じ、うちの会社というか、コードフォージャパンってフラットな組織なので、誰もがそのガバナンス、そのいわゆるこう、どの会議にもオブザーブ参加できるので、そうなってくると、やっぱりその考える、幅みたいなのは広く、一つのプロジェクトに参加しているというよりも、やっぱりこう、コードフォージャパンの人として何をすべきかみたいな視野で考えなきゃいけないので、ちょっとこう、なんかメタレベルが一個上がるみたいなところはあるのかなと。実質的になんか作業しているのはプロジェクトの仕事だったりするかもしれないですけど、うん、だいぶこう主体性は変わってくるのかなと思いますね。なんか補足ありますか？うん、そうですね。いや、でも、そう、今聞いて確かにそうなんだ。だから参加者として自分も一参加者の立場で楽しみつつ、じゃあその参加者の皆さんがどうやったら楽しんでくれるかなっていうのを考えに行くときは、こう、モードが変わるみたいなのがまさにそれなのかなって思って、うん、ありがとうございます。で、最後、海外からの勤務も可能とのことですが、海外連携をするとしたらどのようなプロジェクトに関わることができるのでしょうか？これは、まずマミサダさんに答えてもらいましょうか。そうですね、直近やりたいねって言ってるのが、そのコロナでずっと行き来が止まっていた海外のシビックテックコミュニティとのハッカソンとかはそろそろ再開をしたいなと思っているので、そういうのの一緒に運営をするっていうのはプロジェクトとしてもともとあるものですね。で、あとは今あるプロジェクトで海外連携ができる企画を作ることもきっとできると思うし、今後私たちがやりたいことのリサーチとして海外のシビックテックコミュニティを調査しながら立ち上げをするプロジェクトとかもあるかもしれないので、うんうん、どんなでもできちゃうといえばどんなでもできちゃうし、一番とっかかりやすいのは多分交流から始めてみるっていうのが一番いいのかなとは思います。そうですね、台湾とか韓国のシビックテックコミュニティは仲がいいので、またね、物理のハッカソンもまたやりたいですけれども、なんかね、しょっちゅう2週間に1回ぐらいかな、ランチミーティングなんかもやってますよね。うん、はい。なんか、他はありますか、この辺。
大丈夫かな、うんうん、はい、はい、一旦質問は全部お答えしました。もう一個コメント欄にある、あコメント欄の方ですか、うん、はい、株式会社でしか仕事したことないのですが、制度や仕組み的に分かりやすい違いがあれば教えてください。これ株式会社とコード法だからじゃない気がする、制度や仕組み、制度や仕組み、制度や仕組み、ちょっと今パッと持ち株制度はないです。ないです、ないです。持ち株制度とかストックオプションとかないです、はい、株式会社じゃない。ああ、そういう意味か。とかそういうことですね。ルール的なね。働き方の人事的なところはさほど違和感なく、うん、まあ、普通の会社とそこまで違うかと言われれば、人事制度は、違わないかな。ただみんな働く時間がまちまちなので、3ヶ月で一度で働く勤務時間を、うん、決めたものからオーバーしてればそれで生産するとかいうようなちょっと独自ルールはありますけど、あまり目立った違うところってないような気がするんだけど。そうですね、基本的に労働契約は全く同じ労働基準法にのっとってるので、うんうん、特に大きな変わりはない。さっき言ったようにこう株がないから株に関わるインセンティブみたいなのはないぐらいだと思います。なんかこうストックオプションもらって1億円もらいましたみたいなことは絶対起きないっていうこと。絶対起きない。はい、そんなところでもう時間も、あれなんですけど、最後にですね、皆さん一言ちょっとこうぜひ言っておきたいなっていうのがとしては、まあ、どういう人と一緒に働きたいかみたいなこと、をちょっとそれぞれコメントいただいてクロージングにしたいなと思いますけれども、いかがでしょうか。じゃあ私から言うとですね、多分こう聞いていった皆さんなんとなく分かったかと思うんですけど、やはり自由度が高い分ですね、自分で自分を律するというかですね、自分のやりたいことがあるとか、そのやっぱ自分で自分を管理できるみたいな人じゃないと多分働きづらい部分はあると思っています。特に今回のポジションは割とこうエントリーレベルではないと思っているので、なのでぜひこれをやりたいとかですね、あとはいちいち指示をもらわなくても働けるとか、まあ、そういう方に来ていただけると嬉しいなと思うのと、とにかくポジティブに物事を考えられる人に来ていただけると嬉しいなと思っています。はい。他どうでしょうか。なおちゃん行きましょうか。じゃあ、はい、そうですね、まあ、なんだろう、なんかやっぱみんなビジョンにやっぱ共感してるっていうのは大きいので、うん、やっぱ共に考え共に作るっていうのがどう、なんか私としてはこういうことしたいっていう、なんかこう絵を一緒に描ける人と働けるといいなというふうに私自身ははい思っています。楽しい職場ではありますので、ここでしかできない体験はたくさんあると思います、うん、はい、ぜひお待ちしております。ありがとうございます。じゃあマミサダさんいきましょうか。はい、そうですね、さっきからずっとこう自主性が主体性がみたいな、みんなで作るみたいな話をしていて、まあ、決して野放しではないものの、みんなで作っていく組織だったり、採用のプロセスもある種みんなで作っているみたいなものだったりするので、なんかこう一緒にこうオンボーディングでお話ししていく中で、例えば採用フローの中でこういう時心配だったよってちゃんと言ってもらって、私たちも一緒に考えて改善していけるみたいな形でこう対話しながら一緒に組織を作ってくださるような方に来ていただけたらすごく嬉しいなと思いますし、皆さんが働きたいと思える場所になりつつ、皆さんが来ることで私たちもこう元気になるような、こうお互いこういい関係が築けるような皆さんと関わっていけたらすごく嬉しいし、役に立てたらいいなと思うので、はい、ぜひ気軽に、はい、声かけをお問い合わせをいただけたらと思います。はい、ありがとうございます。アッキーどうでしょう。はい、まあコード4っていう組織なんで、ぜひ技術がめちゃくちゃ好きなエンジニアの方とかも来てくれたらめちゃくちゃ嬉しいな。まあ本当に何でしょう、いろいろいろんなプロジェクトありますし、いろんな使い方とか、まあ結構違う業種の方と密に関わるので、まあ単純にエンジニア視点では解決できなかった課題とか、
っていうところもいろんな解決手法あって、それに対して自分の持ってる知識とか自分の持ってる技術とかいろいろ合わせていって解決を探っていけるので、まあ、そういうのに興味があるとか、まあ、そういうのをワクワクする人、ぜひ来ていただければいいかなと思います。はい。はい。ありがとうございます。というわけで、本当にお待ちしております。我々を助けてください。ですね。はい。はい、あ、本当楽しいと思うんで、ぜひ、と思います。じゃあ、パネルは以上になります。あとは、まみさとさん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ちょうど1時間になったので、採用ページだったり職種については、ウェブページを今、コメント欄に入れているので、こちらをご確認いただけたらなと思いますし、私たち Code4 のスラックにもいますし、問い合わせしていただくでもいいですし、応募フォームに入れていただく、まず入れていただくでも大丈夫なので、入社のタイミングとか働き方とか職種とかも対話の中で一緒にお話ししながら決めていったりできたらなと思うので、気軽にチャレンジをしていただけると嬉しいなと思います。はい。では続きはウェブだったりスラックだったりでお話しさせてください。皆さんお時間いただきありがとうございました。またどこかで会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。